ドラゴンレイジゲートオブカセル、リリース日は未定、ジャンルは RPG、 開発はズロングエンターテインメント、プラットフォームは iOS、 Android、 本タイトルの開発元であるズロングエンターテインメントは海外でベストセラーとなった小説龍族をテーマにしたコードドラゴンブラッドをリリースした開発スタジオ。そんな開発スタジオが手掛ける新作ドラゴンレイジゲートオブカッセルは龍族シリーズの作品ということで開発が進んでます。そもそも龍族ってなんだって方のために簡単に概要を紹介すると、龍族は中国で発行されている長編ファンタジー小説で、累計発行部数は3000万部を突破し、ゲーム化はもちろんアニメ化や漫画化といった形で幅広い分野でメディアミックス展開されており、そんな作品を中国屈指のアニメーションスタジオ花原アニメーションがアニメ化したということで注目度も高く、日本でも24年4月6日よりアニメ放送が開始され、放送後の評判も高く高評価のスタートを切っているようです。そんな龍族を題材としたドラゴンレイジゲートオブカッセルの物語の概要は原作を追体験できる内容で、主人公は世界中から龍の血を宿した人間が集まる龍を抹殺するための教育機関カッセル学院に入学し、表の世界に隠されたもう一つの歴史である龍族との戦いを目の当たりにし、千年の眠りについていた龍王たちを討伐する戦いに身を投じていくといった内容。バトルは7名編成によるフルオート型となっていて、攻撃を行うことで各キャラスキルポイントが貯まり、一定まで貯まることでスキルがオートで発動、さらに一旦終了後に手札が配られ支援スキルの発動が可能になります。リバース1999に近いバトルの内容で、雰囲気なんかも似てますよね。また一部ステージではチビキャラを操作しマップ上を探索する要素などもあり、世界観を楽しむことができます。リリース日は未定で日本展開についても言及されていないため不明ではありますが、アニメが日本でも公開されていることから、もしかしたら日本展開も考えられるかもしれないです。今後続報があれば改めて紹介しようと思います。